奇心とは、物を、寄せ参らせるの意であり、寺院や神社などに、土地や建銭、財物を寄付することである。鬼神の類義語に、肝心があり、肝心が人に勧めて、金星や物品を奉納せしむる行為であるのに対し、鬼神は自ら進んで、奉納を寄付するというニュアンス上の違いがある。鬼神の趣旨や品目などを書いた文章を寄進帳という、 寄進される財物は寄進物と呼ばれ、日本では太刀や甲冑、弓矢などの武具や馬、兵、戦火などが寄進物となった。なお、中世日本では寄進されたものは食い返しや特性例の対象にならないという慣習があった。歴史的に見て重要な寄進物は土地であり、土地を寄進する行為はしばしば世俗の権力と宗教権力とを取り結ぶ役割を果たしてきた。 日本の歴史において、寄進の行為は、荘園制度が広く普及する要因となった寄進地形荘園を生み出した。寄進地形荘園は、11世紀前後から、他都と称された古代後期の有力のおみえが、中央貴族や大事者に伝授を寄進する動きの中で登場した。寄進された土地に建てられた仏教寺院は、 釈迦の時代の擬音少女など多数存在するが、日本での著名なものとしては、相当宗の本山永平寺の例がある。鎌倉時代中期、越前国史日野省の土豪、畑の義繁は、領地の一部を道元に寄進した。道元は、還元2年の夏、この地に笠松盆おさらぎ寺を改装し、後に、吉祥山永平寺と改めた。 ピピンの寄進フランク王国の国王でカロリング朝の子祖であるピピン三世はローマ教皇ステファヌス二世によるフランク王位商人の見返りとして755年ランゴバルド王国のアイストゥールフスと戦って勝利しこの戦いで獲得したラベンナをローマ教会に寄進したこれをピピンの寄進といいラベンナは後の教皇領の元ととなったなお教皇領については 4世紀に、ローマ皇帝コンスタンティヌス一世が、教皇シルエステル一世に寄進したという、コンスタンティヌスの寄進状という古文書があったが、後に、教皇ステファノス二世とその側近による儀書であることが、判明している。クリスタルガラスで知られる、フランスのバカラは、1305年、サルム家のブラモン領主アンリによる、メッス氏教材の寄進地を元ととして発展した。ガラスの製造は、 フランス国王類15世の直居による。枠府とはイスラム法において、ある者が宗教や事前、その他公共のための目的を達成するために、自己の財産の権利を放棄して、第三者に管理、運用を委ねることを指す。ありがとうございます。